客様からプロテインを飲んだら痩せるんでしょうかというようなお問い合わせをたくさんいただくことがあります。本日はプロテインを飲むことで痩せることができるのかっていうところを管理栄養士の視点からですねお話ししていきたいなと思っています。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日はプロテインを飲むと痩せることができるのかについて栄養的な観点でお話しさせていただきたいなと思っています。プロテインっていうのは飲むだけで痩せたりだとか飲むだけで筋肉がついたりとかそういう魔法の粉ではありません。プロテインというのはタンパク質を英語で言ったものになります。プロテインを日本語に訳すとタンパク質のことを意味しています。なので肉やお魚を食べて筋肉がついたりとかみるみるうちに痩せていったりとかそういうことがないように飲むだけで痩せたりとか筋肉がついたりとかするような薬のようなものでもありません。そこをまず第一にお伝えしたいなと思っているポイントです。タンパク質は 1g あたりに4キロカロリーというカロリーを持っています。なので極論言ってしまえばいつも通りの食事をしっかりとっていてその上でプロテインを飲んだとするとタンパク質が持つカロリーを上乗せしていることになりますので相対的に見たら摂取カロリーが増えることにつながります。なのでプロテインそのもの自体には痩せる成分っていうのが入っているわけではないですしむしろしっかりとカロリーのあるものなのでそこだけまず理解していただけたらなと思っています。基本的には私自身は運動なしで痩せるっていうことはまあ難しいは考えています。タンパク質という栄養素は運動と組み合わせることでさらに嬉しい効果が期待できる成分なので健康的なダイエットをしたいなと思っている方は運動プラスアルファでプロテインを取り入れていただきたいなと思っています。なんで運動と組み合わせるといいのかっていうところポイントが3つあります。1つ目はタンパク質というのは食事誘発性熱産生と呼ばれるこれが 30% あるというふうに言われています。食事誘発性熱産生というのは食事をすることで体の中で消耗されるエネルギーのことを言います。タンパク質は 30% に対して糖質が 6% で脂質が 4% というふうに言われています。この食事誘発性熱産生というのは基礎代謝含め1日に消費されるカロリーの約 10% も占めているというふうに言われていますので食事誘発性熱産生の高い食事を摂るっていうところもダイエットにとっては嬉しいポイントになります。2つ目ですね、ダイエットにおいてプロテインを活用していただくのであれば間食ですとか甘いものが食べたいなと思った時の置き換えとして使っていただくのがおすすめです。プロテインは溶かしたら液体ではあるんですけれどもお肉やお魚に含まれている栄養素と同じものなので消化吸収するっていう過程が必要になる栄養素です。なので腹持ちがいいっていうところもタンパク質のメリットかなっていうふうに考えています。プロテインはだいたい1杯120キロカロリーぐらいなのでお菓子や甘いドリンクを飲むよりもカロリーを抑えることができつつ甘いものが食べたいっていう欲もある程度満たすことができますしかつ腹持ちがいいっていうところがあるのでそういった使い方をダイエット中の方にはお勧めしたいです。そして3つ目が運動と組み合わせることでタンパク質を摂ると筋肉量の維持に役立つというふうに言われています。筋肉がつくことで何がいいかって言ったら基礎代謝量が上がります。1日のうちに生活している時に自然と消費されていくカロリーのことです。運動しつつ筋肉の栄養となるタンパク質を摂ることで筋肉量を維持するっていうところで痩せやすい体作りにもつながります。健康的に痩せるためのプロテインダイエットの方法については別の動画でもお話ししてるのでよかったらご覧ください。では本日はプロテインを飲むと果たして痩せるのかっていうところを管理栄養士が栄養的な観点から見てお話しさせていただきました。プロテイン自体に痩せる成分とか入っている魔法の粉ではないんですけれども使い方次第ではダイエットに嬉しい効果もたくさんありますので健康的な体を作るためのダイエットにプロテインをうまく取り入れてみていただけたらなと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。